小島半島の航空写真。写真中央の山がちな半島が小島半島。半島北の内海が小島湾。小島湾西部の堤防で区切られた西側が小島湖。小島半島は岡山県南部に位置する人工的につながった半島である。小島半島はかつて、きび小島と呼ばれる島であった。古事記、仙台旧児本里などによれば、きび小島は、 山との豊か秋津島の次に生まれた島である。本土と紀々小島との間は、紀々の穴海と呼ばれる旋海で隔てられており、古代には荒波を避けるために本土と小島の間の海が、特に浅瀬を避けるために藤戸という海峡が重要な航路となっていた。奈良時代から小規模な干拓が始まった。室町時代後期から戦国時代になると遺跡者により神殿開発のための 大規模な干拓が行われるようになった。そして江戸時代初期の1618年に、現在の岡山市南西部、林島町南部から倉敷市中東部にかけて、岡山藩の干拓により、木備地島は陸続きの半島となった。従って、日本史の教科書に使用される日本地図においては、江戸中期以前は小島を島として、以降は半島として描いている。 さらに、明治時代以降、実業家、藤田伝三郎による干拓事業で、つなぎ族部分はさらに拡大した。太平洋戦争後には、農林水産省の国家事業として干拓が進められた。また、1962年には、小島湾の一部を締め切って灌え用水としての小島湖が完成した。1988年に、小島より、 対岸の香川県境出島で高速道路と鉄道の併設橋として瀬戸大橋が架橋された。現在の半島は岡山市、倉敷市と玉野市に分かれている。ちなみに、かつては小動島や直島諸島や津良島も小島郡であった。平安時代の931年から938年に編纂された和名類受賞に参加橋、鴨里、小島里、 ドラ京が記されている。旧小島市にある床山伝来寺は中国間の御礼場第6番札所に指定されている。小島半島は瀬戸内海国立公園に含まれており、和芝山、王子が、竹、金鉱山などの山頂より、瀬戸内海の眺望に優れている。ありがとうございます。